はい、こんにちは、笠間丹です。ついにやってまいりました、ポケモリ第2弾。前回ね、1弾を恵比寿のもうすごい全部ポケモンになってるところ行きましたけども、今回は第2弾、見てください。ポケモリセットを食べたらどれかもらえる、シビルドン、サイドン、ドンファン、ドンメル、ドンカラス、ドサイドン、ハバルドーンということで全部ドンがついてる。8月23日までやってます。販売時間はこちら、そして数量限定ということみたいです。テイクアウトは1家族3食までということで、まあ、僕たち家族いつも4人でいるんですけども、それでも3個までかって感じなんですが、まあまあ、テイクアウトの場合はモンスターボールをデザインした特製容器と袋ということで、今日はテイクアウトで行きたいと思います。前回はね、店内で食べてこのモンスターボールの丼だったんですけども、で食った後にね、食べた後に底面に描かれてたんだよね、ポケモンが。答えてくれる？うん。ということで、あるかな、まだ販売中って書いてあるから、あるね。行こう。はい、ただいま、どん。さ、専用の袋ということでこちらです。で、3食分頼んだので、なんと袋が3枚ついております。素晴らしい、吉野家さん、そんな優しいとは。今このご時世ね、有料レジ袋っつって袋が有料になってるこのご時世の中、ちゃんと3個ついていると。よし、こちら、ドン、ドン、そして最後ドーンということで、ここか。はい、モンスターボール。底面は何もないですね。多分これ紙の容器なんで、さすがに印刷とかは中にはないと思います。で、なんかからしとかもらった。さあ、メインはこっちだね、みんなもね。で、これもね、去年と一緒、フルーツミックスジュース。あ、意外と鮮度短い、9月22日までだって。さすが果汁 100% の濃縮還元だけど。さあ、ではちょっとお腹減ったから先食べようかな。先に食べようかな。久々っていうか、久々っていうか、もう普通にそのこの前動画撮った以来だよ。吉野家を食べるのは。ではいただきます。ちなみに小盛り、普通のキッズじゃないやつでも小盛りです。なのでちょっと小さめ、この小さめね。伝わる？だね、普通が分かんない。まあそうだね。まあでもいただきます。なんか今日のあんま美味しくない。美味しくないポイントその1、出ちゃったね今ね。うん、黒い T シャツ着てるから、手についたもんなって目立つな。あのね、なんか柔らかくなくてすげえ弾力がある今日のお肉で。まあ、あの玉ねぎがちょっと しなってない。まあそういう好みがあるけど、このぐらいしなってるのと、このぐらいねちょっと新しめのと、バラバラで入ってて、なんか味がね、やっぱしなってて染みてた方が美味しい。ちょっとあとね、つゆだくの方が良かったかもしれない。米がね、もう吸っちゃってんのか何なのか分かんないけどね、米が意外とね、まあこんなもんか。なんかこんなにあれ美味しくなかったっけってちょっと思っちゃう。昔もうちょいうまかったと思うんだけどな。人の出入り、やっぱりすごいところの方がいいんじゃない。まあそれはあると思う。まあ、食べるけどもちろん、まあ、これとか入れてね、
あのね、まあ、吉野家さんの歴史って結構あって、美味しい時と美味しくない時の波が結構激しいんだよね。これリアル、もう俺が小学校の時のお話なんだけど、20年以上前の話。じゃあそのちょっと美味しくない時期にすき家ができてきてとか、他のこう 松屋とかいろんなこう競合が出てきて中尾とかね。でその中でもちょっと最近吉野家がまた盛り返してきて美味しくなってきたと思ったら、またちょっとこれじゃあちょっとまあ店舗にもよりだと思うんだけど、ちょっと残念今日は。ということで第2弾こちらを開けていきたいと思います。ね、多分ねこれとこれがね、ワンチャン一緒の可能性もあるんだけど、これは絶対違う。なぜなら薄いから、うん、なぜなら薄い。薄いキャラクターって何って感じなんだけどね、シビルドンかなっていう気もする。予想通りシビルドン、モンコレって感じだね。予想通り、ここに置いとくよ。予想通りシビルドン。さあ次、まあこれ違うと思うんだけどね、一緒だったら残念。さあ誰だ、いくよ。ほら、おー、いいじゃん。ん、これはサイドン、めっちゃいいよ。俺普通に嬉しい。これはめちゃめちゃ嬉しい。サイドンは結構クオリティ高いね。これシビルドンってこれひっくり返っちゃうの今。違うよ、顔がここだよ。で手と手とこっちが立たないんだ。立たないよ、ほらこういうやつだもん。うなぎみたいな感じ、電気うなぎみたいな感じ。さあラスト、ドサイドンかな。おお、めっちゃいいじゃん。ドサイドめっちゃいいじゃん今回。完璧、最高の3匹、一番俺欲しかった3匹かも。あ、そう。うん、だドサイドンとサイドンは欲しいなと思ってたけど、シビルドンもいいなと思ってた。すごい。え、他何があったっけ。ドーンファン。あ、ドーンファンもいいね。吉野家ポケモン、ポケモン。あとドンガラス。あ、ドンガラスね、はいはい。あとカバみたいなやつ。ドンメル、ドンメル、カバルゾンだ。そのドンファン欲しかったな。ね。うん、ドンファン欲しかった。でもサイドンとドサイドンはマジで当たり。かぶってないだけいいよね。うん。この前なんか被ったよね、一個ね。めちゃめちゃね。ね。めっちゃ買ったもんね。青いやつ。ナメクジみたいな。うん、なんか俺も忘れちゃったけど、そうだね。いやーちょっとこれね、カレーセットにした方が良かったかもな、このお店だったら。ちょっとショック、本当に。あ、非販売店舗、提供が異なる店舗って書いてある。皆さん、ポケモリを販売していない店舗も中にはあります。すごい、マジか。結構ね、あ、JRA 中山競馬場店とかも提供してないし、あとね、浜松アリーナ前店とかイオンタウンとかも売ってないとこある。香川県で小倉競馬場も売ってないって。福島競馬場、ほとんど競馬場売ってないね。豊洲市場店も売ってない。すごい、豊洲市場に吉野あるんだね、うん、行ったことないから分かんないけど。ボートレース平和島店もやってない。東京工科大学店、すごいね、東京工科大学の中に吉野入ってるんだ、うん、だからやっぱそういうところはない、販売してない。提供方法が異なる店舗って書いてある。あ、テイクアウト容器のみでの販売もあるって。へー、晴海トリトンスクエア店、どこだっけそれ。お台場の方だよね、晴海っていうぐらいだから。うん、タマプラザテラス店もだって。へえ。ね、海老名サービスエリア店も、掛川パーキングエリア、あ、ほぼパーキングエリアはあれだ、テイクアウトだけだ。あと駅とかね。うん、へえ。まあホームページに皆さん載ってるので見てみてください。あとツイッターフォロー&リツイートキャンペーン、これ去年もあったし、レシートキャンペーンってのもなんかあったね。うん、まああと丼が当たるよと。え、すごいじゃん、ポケモリ専用丼1個は1000名様に当たるって。前こんな当たんなかったよね。そうだっけ。うん、すごいね。あ、調べてみるか、ちょっとネットで売
ってるかどうか。すごくない？ポケモリ丼検索。うわっ高っ、やばい、ヤフオクで即決35万だって全種セットうわーでも高っ。ヤドンの丼いくらで落札されてると思う？つい最近しかも2万円。うわすごい正解2万500円。グラードンのポケモリ25,555円。どんぶりにその値段ってすごいね。でもあれちょっと魅力的だもんね。すごいね。応募したらポケモンのどんぶり、ヤフオクは今出てたけど、あすごい、メルカリにグラードン2万円で売ってる。最終値下げです。だって買っちゃおうかな。いらない。これナメクジみたいなの2個セット4万2000円だって。トリトドン、いらない、ダメ、おこ、おこちゃう。うつどん1万2800円で売ってた。でも中のさやつに限ってさ値段が違うって、ちょっとあれだね。グラードンじゃなくてもいいんだけど、なんでもいいんだけど。あ、18,999円あるよ。ダメかっちゃ。本当に？だってあれはちょっと欲しいじゃん。だって嬉しくない？あれでご飯出てきたら。やだ？ダメ？おこ？いや別にいいよ。いいの？やったー、買っちゃおうかな。すごいね。なんで？いらなーっていうのかと思った。いや、あの丼は欲しいなってずっと思ってたんだよ。ちょっと、ちゃんといろいろ調べてから。なんでアラームかかったの？多分電話。じゃあ終わりします。それではまた明日。